久々に飯食うことにした。沼津に来ておりまして、ありがとう。ポップアップの話の動画じゃない？そうやで。飯の中に紛れ込ます感じない？うん、あんまこうポップアップですっていう動画よりは、まあ、飯軸の方が見るかな。沼津はね、いつもケータリングがうまいで有名なんですけど、僕はあの沼津さんにお願いして、いつも絶対にマヨネーズを常備しておくようにお願いします。今日はマヨネーズいるな。いただきます。マヨネーズいりそう？飯がマジうまい、もうタレみたいな、肉関係ない、関係ある。おお、そのまずはみたいなもないんや。どうせかけんねんな、初めそうやったで俺も。まずは素材のみたいなやるけど、いや素材のっていうか普通にめっちゃうまいで、このままで。いや分かんねんけどな、どうせかけんねんな。いただきます。うまっ。見て、美味しすぎてほら全部食べちゃった。まだあるやろ、久しぶり。見てないやん、もしかしたら食べてるかもしれない。無理やろ。まあ毎年なんかやってるんですけど、9月に今年もまあ9番街フェスをやりまして、その中で今年はポップアップストアもやります。ラフォーレ原宿の方で、うん、これぜひね、もう思いつくもの全部展示しますんで、うん、見に来てほしいなと思います。結構楽しいと思う。ただやしな、え、入場料あるんやっけ？入場料あり？あると思う。多分あると思います。うまっ。こっちで今んとこ。お前うまっ。うまいわ。もしほんまに美味しいですか、もう一個まだありますよって言われたら、そのお腹の減り具合見てていいですかって言うわ。もうやめろよお前それ、100ドルだけのやつ。うまい。 YouTube に関してはバッチしちゃうじゃん。ありかなしかで言うとガンダム。まだ BDB の配信期間中から。あ、そうちゃう。 BDB よかったな。BDB 買ってほしいな。正直一回も滑ってないもんな。うん、多分お客さんがだいぶめちゃくちゃあったかいな、あのライブ。期待値めっちゃ高い。いや、てかね、普通にオープニングとかって大事やなと思ったな。思った。うん、木崎さんのあれとか最初のダーツとか、うん、普通やったらスッと行くとこでちゃんとおもろいや。うん、あれよかった。大事やねんなと思った。大事。オープニング20分やってたから。確かに。で、ここでだいぶうまいな。これめちゃくちゃうまい。ポップアップ限定のグッズとかもあったり。そうそうそう、違う、ポップアップでしか売らないグッズあるんで、うん、聞いてください。通販とかはないってことやな。うん、まあそのアホみたいに売れ残ったら後々理由つけてなんかで売ると思うんですけど。教師だ、毎日やからな、できるだけ毎日ちょっと顔出しに行きたいなと思って。俺も行こうかな。うん、家近いし。俺も家近いわ。いや、俺の方が近いんじゃん。でも、まあ、一方やな。いや、俺の方が近い。自分に歯測ったら分かる？測ったら分かるとかね。測ったら分かるよ、お前。どっちでもええやろとかよ。じゃあ、何測ったら分かる？決着つけようぜってこと。しゅんちゃん、まだまだ物足りない。毎日やってるから、そんな混雑もせえへんと思う。そうね。だから、あの行きやすいと思う。というかさ、エゴさの結果、俺がふわっと知ったことやねんけど、うん、どうやらその期間、ニュースも、うん、ラフォーレでなんかやってるらしくて。ニュースって今めっちゃ減ってらっしゃるんじゃん。だから、多分その、一番人数多い時のニュースしか知らん人らは、うん、俺らのことニュースやと思うんちゃうか。なめすぎやろ。まとめて。少なかったニュースが好きやから来てんやろ。そう。いや、そうだよ。でも9番街ニュースとか書いて、そのなんか分からないようにしてるのはあるやな。マジやろ。うん、めちゃくちゃ怒られんじゃん、ちゃんと。ややこしいことやめてください。ややこしいもんないやろ。俺タカだいぶ昔やん。減ったとかの前やん。めっちゃおったやろ、ニュースって。タカなんかジュニア時代じゃん、そのニュースも。そんなことない。デビュー前ってことやん。デビュー前にやんのかな、あれ。一発目抜けたうちくんじゃん。あ、うちくんね。患者に行ったこっちゃなんだ。患者にもうちくん行ったくない。そうなん。それはないやろ。県人やったと思う、西木戸くんと。ほんまに？うん、県人やった気する。俺たちが知ってるザ・ニュースはタカとそのうちくんが抜けた後からよな。そうよ。そっからデビューになるんかな。
実際問題で、あのバレーの時ちゃう、え、バレーの時、バレーの時や、奇跡起こせ、この頃にはタカおらんかった気するな。なんかジャニーズってみんなバレーでデビューするな。なんかっていうかもう結構そういうもん。そうん、嵐とかも実は嵐もそうやん、嵐もそうちゃう、嵐そうやって気するな。で、平成ジャンプのイメージ強い。あ、平成ジャンプね。平成ジャンプやったら誰が好きやった？正直、知念くんと山田くんそれ分かれへんな。正直山田くんだけ出るちゃう。あの人何やったっけ、橋本かんな、怒ったかんな、え、許さないかな。逆もうさ、とさ、なんかドラマやってて、ドラマやっててなんかさすがに美男美女すぎるやろみたいな。それがだから山田くんやろ。山田くん最近ね、ちょっとレベッチよな、ゲーム配信とかも見たもん。前もうジャニーズ詳しない、少年クラブとか見てたからな。ジャニーズ詳しいの？ジャニーズ詳しい、なんか好きやった。好きな子が好きやっただけじゃん。録画されてた少年クラブ。少年クラブって何、番組なんか、まあ、ライブ形式の番組やねんけど、それがなんかいつやってんねやろな、夕方の NHK とかやったもん。へえ。じゃあ俺が録画夕方見てただけか。で多分 NHK の雰囲気やった、天才テレビ局みたいな、みたいな雰囲気やった。へえ。なんか知らんの、美味しすぎて全部食べちゃった。食べてんやんけ。食べてんねん。とりあえずラフォーで来てください。期間広いんで全然空いてる時に来るイメージ。何回も来てほしい。変化あるかもしれないですね。確かに変化あるかな。あるとしたら何しよう。でも結構いろいろ決まってってますよ、うん、銀座ブロッサムと、大阪の中央公会堂のライブ、ポップアップと、まあ、即興漫才、六軸漫才とかもあって、あと 1,2 個なんかやってもいいかなぐらいの。何やっぱ投資のやつがいいんだ。広いやつ。ポップアップは投資に近いけどな、うん、SNS SNS 系、この時代に SNS 使わんは変かもな。こんなんいっぱいやっといて X、 それ誰もやってない SNS やる。誰もやらまま終わっちゃいそう。1ヶ月やしあ、じゃあこれだけ言っとくから。何、皆さん自由に誰も距離占いできる。ああ。できます。自由にね、占いできるボードみたいなの置いてる。壊してもいいんやって。なんでな、最悪な。最悪って何、なんで最悪な話する。最悪壊れてもそんなに落ち込まんでいい。じゃ最悪混んでいいみたいな感じですね。そんぐらい最悪よ。あの、よかったら来てください、ぜひ。ラフォーレ場所分かる、みんな。原宿か明治通り、まあまあそうやな、原宿のあのーな、交差点のな、ビビアンとかあるやん、ビビアンウエストウッドな、もうそこまで行ったらもうね、ラフォーレどうですかって聞いたらもうそれですよって指さす人おるし、中入っちゃえば。ポップアップ動画やってますか、いっぱいやってんじゃん、いろんなとこ。いいと思う。ポップアップがいっぱい集まってるようなとこやな、あそこ、よくポップアップはやってるとこや。だからまあまあ普通に駅降りて、まあ前の人出てけ、全員そこやから、たどり着く場所2択、明治神宮かポップアップか、来てください。横長のハンバーグらしいそこねえ。